皆さんこんにちは、もほりこことパピネンです。今日はカネボフリープラスマイルドシャワー、こちらのご紹介です。まずは、カネボと言いますと、現在は、顔グループのこの大きな一員ですが、以前はれっきとした一流上場企業でした。ただね、当時の金坊さん、20年近く前の話なんやけれども、手広げすぎはったんやと思います。業績がえらい悪化しましてね、そこから上場廃止が決定になりましてね。当時のこのカネボ上場廃止のニュースはもう業界にもう大きなショックを与えまして、株のテレビ番組なんかではもうカネボ社長がもう陳謝してるとこがもう流れたりして、もう結構すごかったです。そんなカネボ株はですね、上場廃止が決まって右肩下がりに下がるんかと思ったら、いやいや、もう乱高下しましてね、もうトレーダーに持って遊ばれるような形で、もうある意味すごかったです。ちなみに私もカネボ株当時買いました。ほんで損しました。そんなカネボーは再上場を果たすことなく、花王グループの一員として、このフリープラスなんかは残ってるわけです。で、実はこの花王グループっていうのは他にもたくさんありまして、例えば RMK、スック、キュレル、ケイト、モルトンブラウンなんかもそうです。もう今やこう巨大花王グループっていう感じですね。そんな、今日のこのフリープラスはカネボーの中でも、好調に推移しているブランドです。ここにもありますが、コロナ禍の現在もおうち時間、お外時間というようにうまくアピールできてます。そんなこのマイルドシャワーミスト状化粧水の成分がここ。まずは水やな。で、 DPG、 これアミノ酸ってよく書いてあったけど、こんなん希釈剤やな。で、 PCANA、 これアミノ酸で、窒素、これスプレー缶やからな。で、グリセリン、ナイアシンアミド、ラフィノース、クエン酸、ほんでまたジグリセリンときて、こんなもん全然大したもんが入っとらん。この成分でこの値段で売ったらそら儲かる思います。おまけにこれ顔に実際に使ったらもう目に染みて超痛かった。もうこれやったら自分で100円の精製水買うてきて、グリセリンとラベンダーちょこっと入れて、ほんでそれを持ち歩いて使う方がよっぽど安いし安全やと思いましたね。正直どうしようかと悩んでられる方には勧めないです。でも見た目を気にされる方には、いいかと思います。また見た目を重要視する場面っていうのもありますからね、その辺は使いようの部分もあるかと思います。まあスプレー缶でこういう柄も書いてあるし、見た目がいいからね、まあ使いようですな。というわけで皆さん、またお会いいたしましょう。